Apple メニューにはピースの利用環境を変更するためのツールが用意されています。モニターでは画面表示カラーを256色、3万2000色に切り替えることができます。トラックボールの移動速度を変更するツールです。Apple メニューにはピースの利用環境を変更するためのツール。Apple メニューにはピースの利用環境を変更するためのツールが用意されています。スペシャルメニューにはリスタートと電源オフがあります。ディスクメニューでフロッピーディスクの初期化と取り出しを行います。メニューバーには、Apple メニュー、ディスクメニュー、スペシャルメニューと、キーボードメニューが用意されています。フロッピーアイコンをクリックすると、フロッピーの内容がアイコン表示されます。ネットワークの場合も同じです。右上にネットワークアイコンが表示されます。ピースデスクトップでは、CD、フロッピー、ネットワークアイコンをクリックして切り替えながらご利用いただけます。ピースデスクトップでは多くのソフトウェアアイコンが表示されています。ピースデスクトップでは多くのソフトウェアアイコンが表示されています。ピースデスクトップでは多くのソフトウェアアイコンが表示されています。上の段にはサンプルとしてゲームが、下の段にはピースのツールが収められています。ピースデスクトップでは多くのソフトウェアアイコンが表示されています。上の段にはサンプルとしてゲームが、下の段にはピースのツールが収められています。フラッシュツールはフラッシュディスクの管理を行うソフトウェアです。ピースでハイパーカードを利用することができます。上の段にはサンプルとしてゲームが、下の段にはピースのツールが収められています。ビュアーを使ってテキスト書類とピクチャー書類の内容を見ることができます。ピースデスクトップでは多くのソフトウェアアイコンが表示されています。フロッピーソフトウェアでフロッピーの管理とコピーができます。マウンターを使ってマッキントッシュサーバーをピース上で利用することができます。Pippin.